なハラスメントに耐える。これコピーしてもらっていいかな、ローラさん。え、ローラ？やってもらっていい、ローラさん。オッケー、ローラだよ。モノマネハラスメント。すいません課長。おうおう、はいはいはい。こちらの資料に1点不備が見つかりまして、おうおうおう、確認をお願いしたいのですが。相槌ハラスメント。このコーヒー飲んでみて、絶対美味しいから。ほんと騙されたと思ってさ、ね、ね、ほら。公衆ハラスメント。どう、俺の筋肉すごいでしょ、ちょっと触ってみ。え、ほら、早く早くパンチしてもいいよ、ほら早く、固いうちに早く。公衆ハラスメント。落ちてるカバンに耐える。あれ、カバンが落ちてる、交番に届けなきゃ。重くて運べない、何が入ってるんだろう。え、何？コーチのセリフ。こんな説教に耐える。この仕事を成功させたいって気持ちはあるの？はい、持ってます。じゃあ気持ちを見せろよ、ストレートにぶつけてきていいんだよ。え、いいんですか？じゃあ右で行きますね。右ストレートぶち込むつもり。こんな雑談に耐える。そういえばイカスミパスタはあるけど、タコスミパスタってないよね。でも聞いて、タコ殴りはあるけどイカ殴りはないでしょ。確かに。それで許してやってよ。うつり怒ってない。おーおー、オレオレ詐欺に耐える。はい、どなたですか？もしもし、オレオレ、俺だよ母さん。会社の車で事故って300万円必要なんだ。インターホンでやってくる。おー、財布の盗難に耐える。ねえ、今トイレから帰ってきたんだけどさ。どうしたの？見て、私の財布がないの。え？課長、私の財布がありません。なんだと？なので誰か財布買ってください、お願いします。最初から持ってなかっただけ。次回予告。なんと次回の太鼓は、スーパーで迷子になっていた子供が私をお母さんだと勘違いしてママって呼んできたの。ママじゃないよって言ったら、じゃあママボトルキープして同伴して、いや、そっちのままでもないから。次回もお楽しみに。もし可能であればチャンネル登録、高評価を。やっぱなんでもないです。